女は心と体を心底愛されていたら、不倫なんてできないので、妻に不倫されてしまった高橋優太の実力不足。圧倒的格上アイドルに結婚していただいたのに、不倫させるほど寂しくさせるって、男としての技量がなさすぎる。妻に不倫されたという恥ずかしい事実を、ばらまいてしまうのもめめしい。めめしい男は必ず不倫される。私がもし男で妻に不倫されたら、不徳の致すところとして切腹する勢いで、寂しくさせてしまってごめん、と謝りながら、強く抱きしめた後に思い切り丸して、首丸め中丸し背丸くすしますね。大変ですよー。大変ですよー。もう2022年も終わるっていうのに、そんなに騒いで、一体どうしたんだ？先日元 AKB の篠田麻里子氏の不倫報道という、とても驚くニュースが入ってきましたが、それに対して、ついフェミさんが、ごちゃごちゃ口出してるようなんですよねー。ついフェミさんからすれば、不倫する女なんて悪、とか、そんな感じなんじゃないの？いやー、それがまさかの、不倫された側を責めているようで。はぁ、ちょっとちょっとキメイマルー。その話、もっと詳しく教えてくれだぜー。はい、わかりました。今回は AKB48 の黄金世代を築いていた、神セブンの一人でもある、篠田麻里子氏の不倫騒動に対する、ついフェミさんのお気持ちについて、ゆっくり解説していきますねー。耳を疑ってしまうついフェミさんの言い分を、皆さん冷ややかな目でご覧ください。それじゃあ今日も、解説レッツスタート。まずは今回の不倫報道について、解説していきますねー。お願いしまーす。元 AKB48 の篠田麻里子氏は、2019年に実業家の高橋優太氏と、交際ゼロ日婚としてゴールインされ、2020年の春には第一子を出産。その翌年にはベストマザー賞を受賞するなど、アイドルからママタレとして、活躍されていました。トモチンとかも、もうママになってて感慨深いよねー。誰目線なんだよ。しかし今年に入り、夫婦仲は悪化。篠田氏の不倫疑惑が生じ、高橋氏はお子さんを連れて、家を出て行ったそうなんです。不倫疑惑、いきなりジョジョやめろ。そして翌月の9月には離婚調停に突入。12月23日には文春さんが、篠田氏の不倫相手疑惑の方を、提訴したことを報じました。不倫された時点で相当辛いのに、そこから裁判とか手続きとかで、より精神的、体力的にダメージすごそう。もうすでに見た、聞いた方もいらっしゃるかもしれませんが、SNS では篠田氏と不倫相手の LINE のやり取りや、篠田氏と高橋氏の修羅場すぎる音声が公開されており、篠田氏が泣きながら許しを請う場面や、取り乱し、ベランダから飛び降りようとする場面がありました。あと、寂しかったって、篠田氏が言ってる音声もあったよな。寂しさが旦那さんやお子さんを、裏切る気持ちに勝っちゃうって怖いな。当事者になったことがないからわかんないけど、一生わかりたくないよ。そのような証拠が続々と出てきている中、12月28日、篠田氏はインスタにて、一つだけはっきりとお伝えします。私が不倫したという事実はありません。今後、私が法廷に立つことになっても、そう主張していきます。などと発言されているようですねー。あんな音声さらされているのに、よくもまあ、って感じだな。一般人の私たちからすると、アイドル時代はキラキラ輝いてて、アイドル辞めてからも、幸せな暮らしを手に入れて、順風満帆の生活を送っているようにしか見えなかったけど、それは表だけの話で、裏はとんでもなくドロッドロだったんだね。人は誰しも誰にも言えない秘密を抱えて生きているとか言うけど、秘密が秘密ではなくなってしまった時に、大切な人が傷つくものなんだったら、最初から秘密を抱えるべきじゃないよな。篠田氏の不倫報道に対する、ついフェミさんのお気持ちがこちらです。女は心と体を心底愛されていたら、不倫なんてできないので、妻に不倫されてしまった高橋優太の実力不足。圧倒的格上アイドルに結婚していただいたのに、不倫させるほど寂しくさせるって、男としての技量がなさすぎる。妻に不倫されたという恥ずかしい事実を、ばらまいてしまうのもめめしい。めめしい男は必ず不倫される、実力不足。
結婚していただいたって言い方も、釣りでしかないだろこのツイート。この意見に対し世間様からは、仮に寂しくさせたことが高橋さんの非だとしても、その寂しさを解消するための手段として篠田麻里子が、不倫を選択したことが問題なのでは、寂しいイコール、不倫 OK は論理が飛躍しすぎている。高橋優太の実力不足じゃなくて、篠田麻里子の低層関連不足なだけだと思う。するやつはするよ、男女関係なく、頭も股も緩いだけ。鍵が開いていたから泥棒しました、と同じ。しないの、普通は。こんな頭おかしいツイートに参戦いいねとか、女さんってどんだけ甘やかされてんの。このレベルのズーズーしさってどこで身につくものなん。確かに、ズーズーしにも程があるよ。ついフェミさんたちは、寛大すぎるからな。篠田さんめっちゃ謝ってたの知らないの。やり直すチャンスくださいまで言ってたんだよ。自分に落ち度があったからそこまですると思うんだけど。佐々木希も実力不足。ってこと。女の前世を語りながら、無理やり男の荒探しをして、男が悪い。とつく。これぞフェミニスト。一億歩譲ったとしても、子供を裏切った、で 100% 篠田麻里子が悪いやろ。夫の実力不足、何を言ってるんだろう。妻は戦利品じゃないし夫もオーナーじゃないんだよ。寂しさを安易によそで埋めるすべしか持たないなら、結婚せず子供も作らなければいい。大人としての責任の欠如の言い訳に泣きわめいて、自丸宣言までしててびっくりだわ。などなどがありました。ちなみにフェミさんのお仲間さんからは、こちら正論。実は私も同じことを思ってました。これ原因は旦那さんにあるのではって。一方的に篠田麻里子だけが叩かれている違和感に感じていたこと、これです。天使さん言語化してくれてありがとうという気持ち。この件、篠田さんのこと、トロフィーとして飾るだけ飾り、お手入れしていなかった感がすごくて夫側も悪いし、子供が将来確実に傷つく晒し上げ方してるのも、自分本位すぎるのよ。最初はお気の毒にと思ってたけど、天使さんの、本当に子供のことを思ってたら、こんな録音ばらまかない、に納得してしまった。もちろん悪いのは不倫した人たちだけど、うちうちで済ませないところに違和感。この件に関する天使さんすべてのツイートが、と底辺の私でも首がもげるほどわかる、しかないのにリプラン見るとクソリプだらけで驚いた。などなどがありました。フェミさんはこんなこと言ってるけど、結局、自分がされた側になって相手が有名人だったら、こういう制裁を下しそう。それにこんな有名人だと。旦那さんが暴露しなくても、ある程度はバレるだろうしな。このついフェミさんが、された側になったら。私がもし男で妻に不倫されたら、不徳の致すところとして切腹する勢いで、寂しくさせてしまってごめん、と謝りながら、強く抱きしめた後に思い切り丸して、首丸め中丸しせ丸くすしますね。だそうですよ。何言ってんだー。やっぱり釣りじゃん、ネタじゃん。年末で頭ぶっ飛んでんじゃねえか。世間様からは、女は心と体を愛されてたら浮気できない。妻に不倫されたのは夫の技量、実力不足。もし自分が男で妻に不倫されたら、謝罪しながら思い切り丸して中丸しせ丸くすする。ごめんごめん、一応確認したいんだけど、最後 NTR 性癖のある A 丸好きのおじさんと入れ替わってない。ついフェはツイッターを性癖暴露大会のバカなんかかと思っているのかな。これ、逆順から読むと、中丸しせ丸くすしてえから、心を持て余してる女たぶらかすか。手間男の思考にならん。やだ、怖い。疑惑あくまで悪いのは不倫した、篠田麻里子ってスタンスらしいけど、このツイートに本音が隠しきれてなくて好き。発想が土人ですわ。表向き女が悪いみたいな感じで出してるけど、溢れ出るフェミ思考のおかげで、男に罪をかぶせようとしてるのおもろい。それって、実はあなたの願望ですよね。釣りでしかないんだろうけど、さすがにキモいって。A 丸嫌いのついフェミさんが、一番言わなさそうな言葉だし偽物だろうな。こういう人ほど実際の男だと、知識は全て A 丸からの童貞なんだよな。だって俺の思考と同じだもん。フェミニストを装ったおじさんによる、フェミニストへのネガキャンアカウントなのでは。こいつオスだろう。
いい年こいたおばはんが寂しいとか、ほざくのがやばい。恋愛体質は身を滅ぼす。女男語る前に人間だろうが。エロ漫画の読みすぎでは。そんなんだから不倫されるのくさ。きっしょ。篠田麻里子とかいう、クズなおばさん擁護してるの。こういう異常者ぐらいしかおらんのやろうね。納得。怖いけどこの妄想で抜ける。などなどがありました。今回のついフェミさんについて、みんなはどう感じた？コメント欄で皆さんの感想を、私たちにたくさん聞かせてください。この動画が良かったら高評価、良くなかったら低評価を押してくれだぜ。現在、動画の投稿は不定期なので、通知をオンにして、ついフェミさんのとんでもないニュースを、見逃さないでくださいねー。それじゃあ、次回のついフェミさんに、乞うご期待。